ハッピーロード、大仙商店街ハッピーロード、大仙商店街は東京都板橋区にある商店街。アーケードの延長は約560メートル。店舗数は約200店。1日の買い物客は約2万5000人。西側区間は東京都道420号サメズ大仙線の一部をなす。国道254号と東武東上線、大仙駅を結び、 さらに駅から南側に伸びている。また、東武東上線の踏切を介して、国道17号に至るユーザ大船商店街に隣接している。2006年5月に、頑張る、商店街77線に選ばれた。キャッチコピーは一生付き合いします。ちなみに、マスコットキャラクター、ミライくんと、夢子ちゃんの、名付け親は、地元出身タレントの白崎ひとしである。 前述の通り補助26号線の整備計画があり、2015年2月に事業認可を受けている。整備区間は板橋区大線庁地内の375メートルで東京都健康長寿医療センター前の整備済み区間を経由して山手通り、中線道に接続する。当該区間は東部東上線も通っており、 事業のネックになっていたが2019年に高価化が決定された。同時に大泉駅周辺の再開発もされる予定だが、完成すると商店街が分断される形になるため、住民の間には反対運動もある。商店街はカップ販売を早期に導入した経緯があり、非仙連事務所と商店街振興組合とが協力している。 川越街道、川入口に近いコモディーだ大仙店2階に事務所を構えている。時にラジオ生中継を企画するなどしている。板橋区在住で2007年に M-1 グランプリ王者のサンドウィッチマンはハッピーロードを日常的に利用しており、TV 番組スッキリの企画で外線パレードとミニコントを行った。漫画家、 杉村真一が一時期住んでいたことがあり、著作、長学園法人スター学園などで商店街内に存在したレストランや煎餅屋などがたびたび登場する。他に本商店街が主な舞台となる作品に状況生活録一条などがある。ありがとうございます。